それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴでもないことになってるぜ。こいつ。どうすりゃいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいいのか。恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃわれ、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ごわー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんはおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。この子そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことだ。俺はな、松本リーダーバトルの中でケースの藤原にあえて課題を投げつけるように示す。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。しぶすうすは感じてましたけど、ね、だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があるからでしたし、全てを予定通りにコントロール。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だったらコントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれしまうよ。うわー、やべえ、うめえな。気力あるぜ。当たっぱなしでクリアか。ほうほう。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンデだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件だそうだ。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だ。こんなことは今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったけど、この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。
くそ、なんなんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてくれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、アザミノを通過したってさ、40〜50メートルの通過してるぞ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。分かる、2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が、滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。顔が当たって近づくチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタック。やっぱ自分がこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗してくるだけやな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できます。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスだ。絶対離さない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原のプッシュは、東道塾の第2ラウンドにブラインドアタックと同じ性質なんで、目から入ってくる情報が不足していたので、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことで、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアークでも限界スピードを瞬時に見極め、目印のない道具にクルーに合わせていく。全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか。何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターがダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。
こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。店がいなくなった。バカな、ありえねえ。タコ玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。店が消えたのか。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。前哨灯を消し闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの二決勝でこっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっきになって相手が見えないのはあっちも同じだ。